大変お待たせいたしました。あ、今のって何だった曲、あ、曲名忘れちゃった、今かけて。あ、これ確かピアノバリー・ハリスだよね。あ、リカード・オーサの方だ。いや、ブルーノートのレコーディングだと思うんですけど、確かこれピアノがバリー・ハリスだったなんですよね。で、この曲確かバリーがやるつもりなかったけど呼ばれていって、ずっとこうビバップの人だからボサノバなんかやったことないけどって言って、これ確かやって、なんか全然分からずに終わってたっていうこと、うん、そうそうそう、まあ弾けるんですけどね、僕もね、習ったとか伝承されてるので、まあね、懐かしいなと思ってふと。ということで、まあ1曲目は歌おうかなという、まあ相変わらず全くこううまくもならない歌ですが今日は謙虚な中将を見せようかなと思ってるんですけど、嘘ですすいませんね、いろいろとアプリが立ち上がりすぎて、歌詞カードの iPad がいや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 、何をしてるんですかね、この人、このおじさんすいませんね、本当にね。ということで、まあ、ちょっとそういうね、そうそう、あれ、はい、お待たせしました曲順がわからないとね。はい、ではまずはね、バッドビューティフルを歌わさせていただきます。Love is funny, oh say, oh a quiet is a smile, it touches that beautiful.If for you fall, and I'm thinking, I will be my end all. Love is too cheerful, all again.It's a problem. It's a pain. It's a hardness and a way. But beautiful. If you were mine.
quiet, it's a smell. Hatches, it's pussy. But beautiful. Beautiful to take a chance in.余興だと思っていつもお届けしておりますが、まあ、ここからはね、まあ、本ちゃんのインストゥルメンタルをお届けしたいと思います。まずブラックロベ、まあ、そしてオーダーシングユーは2曲続けてお届けします。
Thank you.
ございます。お届けした曲の方はブラックオルフェと All That Sings You Are 2曲お届けしました。ですね、この後サテンドール、It's a Missing、そして My One and Only Love と続くのですが、最近ね、なんかなんだったかな、そうこれね、武道の話なんですけど、僕はね、武術と武道やったことはないんですが、まあ、レッスンは受けた、プライベートレッスン一回受けたんですよね、お金を払って。誰かというと、その人が前も、ちょっと、この話はもうちょっとしたと思うけど、武田信玄のね、武田信玄には8つの、その特殊部隊がついてたんです、当時。で、その人たちは、8のチームは全くこの、面識がないそうです。で、武田信玄から命を受けたら、特殊な部隊だから、まあ、そういうその作業、まあ、作業と任務を追うっていう、まあ、忍者でしょうね、きっとね、当時の。その中で、一人の一族が、一子相伝の警部流ってあるんですけども、その方の、まあ、主ですよね。でも、ここは本当に一子相伝だったんですけど、もう時代が違うから、オープンにしようということで、武術、武道とか、まあ、空手家みたいな感じで、まあ、オープンにしてるんですけど、まあ、その中でプライベートベッドにそのまま教えてもらったときに、まあ、いろいろと僕に興味を持っていただいて、まあ、話すことがいろいろあったんですが、まあ、それでちょっとこう、まあ、その YouTube にその人動画を上げてるんですが、まあ、YouTube で動画を上げたときにもし映像にノイズが入ったら撮りますよっていうふうに 3,4 ヶ月前に僕話をしていたら、先日そのオファーがあってちょっとお願いしますって、なのでその波形を見ながらこうノイズをパッパッと、まあ、今 AI を使うのでかなり楽なんですけど、ここのノイズはいらないねとか、だからまあ波形を見れば今何が起こっているかってよくわかるんですよ。だからまあ冷たい言い方をすると楽器の嘘が全てわかるってやつですね。波形を見れば、ああこれ例えばこれまあちょっと実際の話なんですけど、チャーリーパーカーはサックスってタンギングしないんですよ、一切ね。でも日本人でやるんですよね。でこれって多分8割が吹奏楽ですね、データを見ると。で、単位をした時点でもうその1940年代のジャズはできないと思った方がいいですね。そういう演奏じゃないから、簡単に言ったら。だからよくジャズの音とか言うんで、そうじゃなくてもうそもそもの演奏が全く違うって感じですね。だから本体を変えようが、マウスピースを変えようが、リードを変えようが、もう演奏の仕方が間違ってるから音が鳴らないっていうのが、これが波形の世界です。で、これは昔僕がお世話になった師匠、日本の師匠の一人の知り合いに、まあ、泉さんっているんですよ。もともと N 教の、辞任指揮者ですけども、東京芸術大学の学長になるんですが、この人はね、音楽を変えたいっていうすごい変わった人で、いつもオーケストラと喧嘩してたんですよね。で、あまり N 教が腹を立つから、NHK に60億払わせて、音響解析システムを作ったんです。で、今の時代は、その同じものが約3万円で手に入るんですよね、PC 上で。で波形を見せて、お前たち全く違うじゃないか演奏って言って追い込んだそうです。で、もう今僕やらないんですけど、その気になれば追い込みますっていう話をしてるのは、まあいろいろとジャズの世界を知ってて、それでアメリカのトランプ大統領の元にその話が上がって、保護したい、いやいやですって言って逃げてたんですけど、まあいよいよ何年後か、まあ3年か4年後だと思うんですけど、まあオーストラリアに移住することになると思うんですが、まあ未だにアメリカからオファーがあるんですよ。ジャズの秘密をちゃんと、で、まあ、しょうがないので2年かけてずっと論文にして、まあ、英語でゆっくりとやりながら論文にして、まあ、アメリカ政府にお渡ししたんですね。これをやっとけば30年40年のジャズはきちっとできます。それ以降の55年以降のジャズはわからないって、そこは解析してないのでっていう条件で話をしましたと。まあ、そんなね、話をちょっと今日もしたりとか、まあ、こうやってね、騙して休んでるんですけど、あとちょっとまあこれはね、余談なんですけど、ディズニー、まあ僕、ディズニースタジオ、アメリカのディズニースタジオで契約してやってたんですけども、ちょっと面白い話があって、ディズニーって日本語に訳すときに、ものすごく一つだけこだわりがあるんです。それは訳ではなくて、口の動きです。で、ハリウッドディー、何の曲か分かんないですよ、歌えない、すいません。ホールニューワールドとか、よく、よく YouTube で、これ訳詞が違うですよね、とかって言ってる番組あるんですけど、ああ、知らないんだなって思うんですが、訳ではないです。口の動きなんです。だからディズニーがものすごくうるさいのは、子音と母音の口の動きに対して、アメリカの子音と母音と一緒の動きになる。ホールニューワールドっていうふうに英語でもし言ったら、ホーのオーとニューのウーっていうその子音に合わせた日本語を合わせないと NG が出るんです。口の動きをぴったり合わせないと。で、ディズニーは必ず口の動きの発音を絵にするので、だからいつもディズニーはアフリ、お、あの、
先にレコーディングなんですよね。セリフを先に言って、その後アニメの口の動きをするので、だから訳詞をするときは絶対に口の動きが合ってない、口の動きってシーンと母音が合ってないと NG なんですよ。まあそうやって言うと、あ、すげえ話してるなと思ってごまかしてるっていう、まあその後、まあ、この後サテンドイツトーメンシンク、ちょっとね、トーメンシンクはねちょっと体力持つから頑張りますよ。ズコです。デューク・エリントンナンバーからサテンドイツトーメンシンク2曲続けてお届けします。
ってかってのは分かるんですけど、疲れました、もうフードなく今疲れましたよ。でもね、なんとこのステージの最後はまさかのバラードで終わって、もちろんアンコールやるんですけど、バラードで終わろうというこの企みがここに書いてあるあります。 My One and Only Love。Thank you.
ございます。まあ、ね、時間はありますので、まあ、アンコールにお答えしてソロピアノをお届けしたいと思います。どうしようかな。どうしようかな。いっぱいあるよね、やる曲はね。やる曲はいっぱいあるよね。うん、どうしようかな。いっぱいあるから。Thank you.